ああ、かわいいね。あなた最高のワンちゃん。あ、雨かな？これじゃあ散歩に行けない。大丈夫、守ってあげる。いつも準備してるんだ。これで濡れないから雨が止むまでじっとしよう。ああ、その顔。わかるけど今は散歩できないの。いや、このワンちゃん用の傘ならチェーンを首輪につけて、で傘を開く。これでお散歩できるね。体も濡れないよ。はい、おいで。いい子いい子。おいしいおやつがあるよ。ほらね。うん、おいしそう。召し上がれ。あ、うわ、ジーンズが、足が泥だらけ。ああ、もう嫌になっちゃう。足をきれいにしないとね。じっとして動かないで。全然使えない。もういい、中に戻ろう。汚れたズボンじゃ出かけられない。まったくもう、だから言ったのに。泥の中で遊んじゃダメ。うん？あれは？世界一可愛いワンちゃんでしゅね。しかもこのファッショナブルなブーツ、おしゃれすぎる。完璧すぎる。やっぱりこれに限るわね。じゃないと毎日お風呂になっちゃう。履かせるのも簡単。足が汚れない。わあ、あれいいな。家にもあったらいいのに。でもお金がない。ごめんね。あれ、どこに行くの？あ、そういうことか。冴えてるじゃん。ブーツがなければ風船を使えばいいじゃない。これで万事解決。さすが賢い子だね。じゃあやろうか。最高のアイディア。じゃあ始めるよ。まずは上を切り落とす。大丈夫、これでいいのよ。そしたら風船を足にはめる。こうね、ぴったりフィットする。残りの足にもはめちゃおう。はい、どうぞ。赤が似合うね。ファビュラスだよ。じゃあお散歩行こう。ほら、風船作戦大成功。どこ行っても足が汚れない。足跡とはおさらば。ということはジーンズも汚れない。お洗濯が助かる。使い終わった風船は取れば OK。 最高のアイディア。ワンダフル。じゃあ帰ろう。あー、高貴なミトンズちゃん、私にふさわしいわ。今日は何しよう。ダイヤをちりばめた首輪でも買う？お寿司の出前なんてどうかしら。羨ましいね。あたしゃお掃除ばっかだよ。ずーっと慣れていたくなる。ああ、毛がごっそり取れた。マニキュアしたてなのに。どうかやって、汚らしい。ちょっとそこのお掃除おばさん、メイドって呼んでほしいね。メイドね、これなんとかしてくれない？ああ、いいよ。じゃあやってみましょう。はい、猫ちゃん大丈夫。落ち着いて。落ち着いて。うわー、来ないで。大丈夫、引っ掛けしないって。ああ、そいつは失敬。怖くってね。しかしなんとかしなくっちゃ。ああ、どうすればいいか分かった。お風呂に入れるってのはどうかね。わあ、いいじゃない。ありがとう。じゃあもう大丈夫。どうも、スパのコースお願いします。まあ、なんて高貴な猫ちゃん。カフェでお待ちください。しっかりケアさせてもらいます。いいカフェだわね。この席にしよう。どうも。じゃあ始めるわ。楽しみにしといてね。まずはリラックス。心地よくしてあげる。これでどう？お次は？そう、マニキュア。美しい爪だわ。美人さん。これでよし。お次はマッサージ。ネパールの寺院で学んだ猫マッサージを古代の技法でコリをほぐしましょう。ほーら、ストレスが溶けていく。気持ちいいですか？強すぎない？体にもいいのよ。むくみと目の下のクマが取れるんだから。でもあなたはもともと素敵なお顔ね。じゃあ毛をブラッシング、抜け毛を全部取りましょう。手触りが全く変わるからね。人間用のもあればいいのに。そうそう、リラックス。眠っちゃってもいいわよ。ほら、心地いいスパ体験。もうすぐ終わり。まあごっそり取れた。ボタンを押すと毛が取れる。まあこのブラシ様々ね。あって本当によかった。それじゃあおしゃれしましょうか。このリボン、あなたの目と同じ色。飼い主さんきっと喜ぶわ。まあとっても似合ってる。蝶々結びにして。はい、これでおしまい。忘れるとこだった。この毛をなんとかしなくっちゃ。あ、お迎えが来たわね。どうもありがとう。これ報酬よ。仕事で一番嬉しい瞬間。お宅の猫ちゃんです。とってもいい子にしてました。あー、こんなに可愛くなってすごいじゃない。オーラが出てる。こちら抜け毛のお土産です。冗談でしょ。お客様大満足。わあ、いい天気。ってこの匂いは何？うんこの匂いがする。あら、ワンちゃん、こんなとこでどうしたの？一人ぼっち？とってもかわいい。かわいそうになってくる。なんとかしてあげなくちゃ。怖がらないで。意地悪しないよ。この子気に入っちゃった。お家で飼ってあげる。寒い人でほっときゃしないわ。新しいお家へようこそ。好きにくつろいでね。ああ、もう嬉しそうにしてる。あとは匂いをどうにかしないとね。それにうってつけの道具がある。これで足を洗えるよ。素早く簡単にね。容器に水を入れるだけ。とっても簡単。準備 OK。 使ってみたいでしょ。足をこの中に入れるよ。足の突起がマッサージみたいでしょ。ほら、綺麗な足になった。優れものだね。それじゃあ乾かしてあげようか。風邪ひいてほしくないから、これ使おう。大丈夫、着せてあげる。あー、かわいい。あったかそう。次も気に入るよ。ヘアドライヤーを用意。でも使うのは私じゃない。ホースにドライヤーを入れたらストラップで固定。温風を送ると即席の乾燥機に。気持ちいいでしょ。グルーミングって楽しいね。これで十分かな。じゃあ外そう。わあ、見違えたね。あと必要なのは新しい首輪。じゃあ散歩行こうか。みんなに挨拶しよう。さあ行こう。どこ行きたい？公園？あれ？どうしたの？なんか見つけた？ああ、お嬢さん、お嬢さん。かわいいワンちゃんだわね。私のこと気に入ったかい？で、洗ってくれる？体が臭くてさ。わかった。おいで。本当に？わお、ありがたや。とってもファンシー。わあ、このゲーム面白いな。ずっとやってられる。あー、どうかしたの？集中させて。後で遊ぼう。約束ね。今はゲームをやらしてよ。よし、クリアするぞ。そんな目で見ないで。ちょっとくっつきすぎだって。わあ、今の見た？おお、これ大変だ。あとちょっと頑張れ私。ちょっと何？今はやめて。ああ、めっちゃうまくいってる。今日は乗ってるな。もうすぐ全クリじゃん。で、戻ってきたろ。動かないでよ。そうそう、そこにいて。ちょっと気が散るってば。ああ、やられた。あれ、なんだろう。わあ、面白そう。猫用のラジコンおもちゃか。走ってる、走ってる。すごいな。電話しなくっちゃ。もしもし、 CM のおもちゃ一つください。まだかな、まだかな。やった、ありがとう。これで万事解決。よし、届いた。ワクワクする。わあ、すごい。使ってみよう。猫と私、どっちの方がテンション上がってる？私に決まってる。うわー、これめっちゃいい。この間にゲームできるかな？楽しく遊べるでしょ？ほーら、楽しい楽しい。ドリフトテックを磨かないとね。これに音楽をつけたらパーティーできちゃう。おお、キャッチされそう。頑張れ。どう？楽しんでる？私はめっちゃ楽しい。階段を転がっても問題なし。何でもできるじゃない、これ。猫トイレの掃除もしてくれたらいいのに。さあ、どこ行くかな？結構な運動になるでしょ？捕まえる頃にはクタクタね。後でお昼寝しなよ。あれ？静かになった？また動かしちゃうぞ。追いかける？あなたを見てるだけで疲れちゃいそう。どうやってテーブルに乗ったんだろう。まあ、いっか。はい、ゲット、ナイス。一等賞はうちの猫。これがあってよかった。買う価値あり。仕事中暇だなあ。お客様、マニキュアとペディキュアで。もちろんでございます。よし、楽しみ。これは儲かるぞ。いい？フラッフィー、始めて。顔を覗き込んだりしないでよ。あー、気持ちいい。鏡よ鏡、かわいいのは俺。極楽。おー、いや、疲れが溜まってますね。これはまだ使えるわ。ネイルがいい感じですわ。目のたるみを取りますよ。野菜はお嫌いですか？じゃあ食べます。フラッフィー、何かされたの？大丈夫です。今からそのネイルをしますので。ああ、二度おいしい。お肌に潤いを、美しくなれます。あ、元から美しいですって。どっちを使おうかな。お味はいかが？俺が君の最高の相手。こりがほぐれてく。報酬よ。うちで雇おうかしら。おーららら、風受けてモデルみたい。映画スターよ、フラッフィー。過去最高のスパだったわ。とんでもございません。毎度あり。一生掃除延々と。ちょっと休憩ね。さあ、おいで。ハロー。やあ、ママ。さて、次は？って、その床、きれいにしたばっか。汚れちゃったわ。信じられない。いい日だな。もっと！おっと、嫌な予感がする。何？床をごらん。それが何か？ああ、そうか、ごめん。あなたの尻拭いはたくさん。ただの足跡だろう。大げさな。私の気分わかった？あなたかわいいわ。重労働だ。やっと終わった。ねえ、見て見て、風船。ああ、それが？これ壊れてる。膨らまない。ああ、妹バカだな。簡単なのにもうこれやだねえ、これやってよ。風船膨らます年じゃないのに。ほら簡単だろ。あ、そうだ、思いついた。風船が取られた。足跡を防ぐにはこの風船の首の部分を切り落とします。今日も今日と手を掃除。ねえママ、あらまた床を汚しに来たのかしら。今度は違うよ。あらそう、これはもういらない。さあ行きな。おしゃれで汚れない。なるほどね、賢いわ。ああフラフィー、ふかふかでしょ。いい子ね。これなんだ、取ってこい。あ、そうジーブス、お呼びです。お坊ちゃま、おもちゃを取ってこいです。お使いする身としては当然。さあお坊ちゃま、通り過ぎた。やって転職しようかな。ああいい子よフラッフィー。おもちゃでございます。切ったな。運動してお腹すいた。おいしいでちゅね。ゆっくり休んで。あなたにもご褒美をジーブス。いい子にはあげないとね。そらキャッチ。痛い。これならキャッチしたくなる。あんして。ナイスショットでございます。ホールインワン。うん、生き返る。ハンサムねフラッフィー。すみません、この子にメニューをご覧ください。さすがお目が高い。どうも、ここのシェフは腕がいいの。最高のワンワンにございます。よろしいです。やって。お毛並みが汚れてはこれでよし。もう立派な紳士ね。どうも。最高の食材を集めました。チーズ、トマト、ペパロニ、そして骨をかたどっております。腕を振るいました。気に入ったみたい。さすがでシェフ。ちょっと待って、これはほんのお礼よ。マダム、仕事は喜びでして。そのようね。何かあればお呼びください。あん、めったに見ないお札だな。あー、まあどうも。太っ腹ねフラッフィー。あなたモコモコね、ずっと抱いていたい。あなた最高のワンちゃんよ。ママにキスして。ああくすぐったい。うわ気持ち悪い。何あんたいたの。まあいいけど。今日綺麗だね。ちょっと何か忘れてない？もちろんだと。なんだこの匂い。うわー吐きそうだ。変な香水してないけど。変なの。うわくっそ。私じゃなくて犯人は。こっちおいで。何食べたのこれ。うわ口くさい。なんとかしてあげないと。さあワンちゃんの口をリフレッシュ。歯磨きを少々。あんして、歯をきれいにしてあげる。難しいな。じっとして。頼むからお願い。はいはい諦めますよ。だ他に方法あるはず。そうだ、歯ブラシの頭を切り取り、ゴム手袋の指に接着剤をつけます。そこに歯ブラシの頭をつけましょう。これで超接近戦。歯磨きをつけたらもう一度試そう。これでよし、歯をきれいにできたわ。液も臭くない。簡単だったな。いい子ね、いい子ですね。ペットが尻尾を振って喜ぶガジェットをご紹介しました。皆さんが飼っているペットをコメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録もお忘れなく。新着動画をお楽しみに。